皆さんこんにちは鎌倉もののふチャンネルでございます、えー、鎌倉もののふ隊大,大将鎌倉聡でございます2022年2月27日日曜日に放送された大河ドラマ「鎌倉殿の13人」第8回「いざ鎌倉」 の感想動画になります、えー。この動画も完全ネタバレですので、ご注意ください。えー、なお、キャストの順番は、以下の通りになります。第8回。いざ、鎌倉・北条の義時、八重・源義経、北条の政子、亀・畠山の重忠、阿野の前城、三井・足立の森永、伊藤の助清、新田の忠常、ね、山野次郎、三浦の義村、和田の義盛、武田の信義、千葉の常胤、土井の佐平、三浦の義澄、平の宗盛、梶原の景時、須藤の常俊、岡崎の義実、平の友康。

それと信氏の2名でございます、えー、そして第8回はね9月の19日から10月の10日まで、えー、武蔵の国から相模の国の鎌倉へ入って北条の政子と合流するまでが描かれています自称4年1180年当時の登場人物の年齢を再確認しておきましょう北条の時政42歳北条の政子23歳北条の宗時水帝21歳北条の義時17歳源の頼朝33歳小野田 の森永45歳三浦の吉住53歳三浦の吉村12歳伊藤之介ちか61歳和田の吉森33歳大姫2歳平の清盛62歳大場の影ちか40歳土井の真平70歳岡崎の吉実68歳佐々木の秀吉68歳工藤の持光70歳日田の忠宗13歳上佐の広常60歳千葉の常種62歳えー9月の2日に平家の御手から逃れるためにですね伊豆山権原を脱出して文様文

で、加藤の三つかずとか、加藤の影角の兄弟っていうことになるんですけど、で、そうなるとね、年齢がね、まあ、20代の若者ってことにな、なるんですよね。ちょっと文様簿を書くに,に、20代には見えないですけど、ドラマ上ではね。まあまあ、一説によるとっていうことです。えー、なお、新田の忠恒が、たびたび知らせに来ていたんですけど、実際は源頼朝が、淡の国へ渡ったことはですね、まあ、史実ではですね、土井のサ平の子の、早川の長平が伝えに来ていたと、 されています、まあ、今回ね、早川長平出てないんで、まあそういった役割はね、やっぱり新田の忠恒つが担っていること多いですよね。上ズの広常を先陣に武蔵の国へ進軍する源頼朝軍。まあその規模はね、みな、都にはまだ伝わっていないというふうにナレーションが入ります。えー、このドラマではね、珍しく伝わるのが遅いですよね。えー、ドラマ上では9月の27日のことになっています。上ズの国から下房の国をどのように経由していたのかは、ドラマではね、第7回の9月13日に千葉の 千葉の常種が下佐の国の木大の首をはねて9月の17日に源の頼朝へ土産として首を持参した下り以外はですねすっ飛ばされてますよね9月の14日に有城浜合戦で千葉の常種と上佐の広常の連合軍がですね、えー、下佐の神の藤原の近政を撃破して以降も、えー、しばらくはですね上佐の国や下佐の国で平家型と戦っていて、えーまあ、それでね次第に形勢が変わっていたということがまあ憶測できるということなんです ですよね。まあ、すんなりと、武蔵の国に行ったわけではないと。で、第7回では、9月19日にですね、下草の国が、で、えー、上の広常が源の頼朝に越見してですね、持参したっていうかね、遅れて行って、えー、礼儀知らずは帰れっていう風に言われた下りがありましたけど、まあ、実際にはね、もうこの頃には、カズの広常は、すでにカズの国で平家型と戦っていて、えー、単にね、カズの広常をね、もうこれ、貶めるだけのエピソードでしかないですよね。えー、武蔵の国へ進軍、 するるににあたって武蔵の国の国豪族を味方に引き入れることは必須で9月の3日に、小山市、えー、それから下神戸市、えー、豊島市、加西市に密書が送られています。えー、また、9月の28日に、江戸の重長に密書を送って、9月の29日には、加西の清重に、えー、中原のこれ持ちがですね、派遣されています。9月30日には、新田の吉重に密書が送られています、えー。特にですね、9月の28日の密書には、江戸の重長にですね、えー、秩父の重吉や、小山

して源頼朝がえ坊し親となって元服しています三河の天の弟八田の友家もおそらくこの時に一緒に参じていると思われるんですけど八田の友家にしても足立の長本にしてもここはねあの登場するチャンスなはずなんですよ鎌倉殿の十三人って十三人の合議制のことだとすればですね、えー、まだ発表されてないキャストもいますけど足立の長本と、えー、それから八田の友家ってのはここで源頼朝に会うという

ここまで、武蔵の国の豪族たちが、ちょっとずつ折れていた背景には、やっぱもう、暴走半島を、ある程度、まあ、掌握したから、それなりの、まあ、力を、まやっぱ勝てばね、当然、周りも、おっ、ていう風に見てくるので、えまあ、もうね、勝ち進んで、武蔵の国に入ってきたということがね、やっぱ背景にありますよね。で、9月の初旬に、武蔵の国の豪族たちに、一斉に密書を送ってるんですけど、また9月の末に、密書を送ってるわけなんで、1ヶ月間は ま蔵の国の豪族たちの様子を見ていたってことが、まあ、なんとなく臆測できますよね。で、結局はもう9月の末に送られてきた密書で、いやもうわかりましたと。 武蔵の国の豪族たちは、まあ、少しずつ、ねえー、参上してきたということになりますで、まあちょっとね、ここでちょっと、ねあのー、整理しておきたいのは8月の17日に伊豆の国で挙兵して伊豆の国に滞在していたのは延べ3日間ということになるんですよ伊豆の国にいたのは3日挙兵した後ねその後8月の20日に、えーまあ、相模の国の同意に入ってからは8月の23日に石橋山の戦いで負けて、えーまあ、杉山に潜伏して8月の28日に真鶴見 岬から脱出するまで相模の国にいた、まあ、滞在していたのは9日間なんです。 8月の29日に、阿波の国兵軍、洋島に到着して、えー、9月の3日にですね、長さの一族と戦ったり、えー、9月の4日にはね、一旦は上佐の国に進軍するんですけども、まあ、抵抗にあったんだろうと。そして、阿、え、波、ー、の国に引き返します。その後はね、えー、9月の10日に丸のミクリアを巡視したりですね、しばらくはね、阿波の国に滞在しています。9月の13日に、まあ、最終的には阿波の国を出兵していくということなので、えー 16日間、阿波の国に滞在していたことになります。えー、そしてね、その後9月の17日には、下草の国の国河に入りますので、4日間、えー、上カの国を、まあ、進軍していたということになります。で、9月の17日に、まあ、下草の国の国河に入ってから、10月の2日に、大井川、隅田川を渡って、武蔵の国に入るまで、下草の国に滞在していたのは、16日間ということになります、えー。平家型の抵抗がね、全くなかったら、暴走半島でね、 三十四日間も過ごさないと思うんですよね。天の国、上佐の国、下佐の国にいた。まあ、つまり、暴走半島で三十四日間を過ごしてるんですよね。まあ、もう一回言うと、伊豆は三日、相模は九日で、暴走半島に三十四日なんですよ。でまあ、全部で一ヶ月半ぐらいで、まあ、鎌倉に入っていくわけなんですけど、その大半は暴走半島で過ごしているので、えー、暴走半島にいてね。えーまあ、形勢を逆転していく、えー。その過程で、他のね、武蔵の国の豪族たち。 まあ、おそらく、この暴走半島での戦いっていうものを、まあ、ある種優位に進めていったってことなんですけど、まあ、当然ね、あの、暴走半島で抵抗もあっただろうし、抵抗がなければ3時4日間も過ごしてないとも思いますしね、あの、当然ストーリーして武蔵の国に入ってきゃいいだけなんで、武蔵の国に入る前に3時4日間も過ごしたということは、まあ、それなりにね、抵抗もあり、そして、えー、その抵抗をね、しっかりと、抑えてね、平家型の敵を倒して、暴走半島を掌握していったっていう ことがね言えると思うんですよなのでね本来だとこのドラマでねこの3時4日間も過ごしていた暴走半島のことを本当はねもうちょっと細かくねあのドラマで描いてほしいっていう部分はありますよねまあもっとね丁寧に細かく注目着目してほしい部分はあるんですけどまあなんといっても暴走半島での資料ってものがないんですよねあんまりねでやっぱこれをね邪魔してるのはカズサのヒロツを落とし入れてしまった、えー、まあそのことによってねあのー、やっぱり記録が残っ でない部分もあり後々千葉の常種のね一族がね、えー、この暴走半島っていうものをま仕、あ、切っていくということもありますのでどっちかというとやっぱり千葉一族よりのね、千葉一族の美談っていうものがかなり描かれているっていう部分もあってカズサの広常がねだいぶこう、うん、まあ、悪く描かれていることっていうのが多いんですよねえー、まあ、このねちょっと暴走半島の件もですねちょっとまたね別の動画でちょっと細かくねえー、ま結、あ、城浜の戦いっていうものにもちょっと着目して、まあ、もちろん もちろんね、史実として鵜のみにはできない合戦ではありますけど、まあでもね、やっぱ参考にはなると思うんですよね、背景としてはね。まあそのあたりもちょっとじっくりね、房総半島も再考察してみたいなというふうには思います。参考になったよっていう方はね、あのー、ぜひいいねボタンとですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。